そういうこともできるんだね。ちょっと待てよ、なんかあるぞ。それ切っちゃっちゃ、気を引くんだ。なになに、バレた、バレた、バレてはないよ、ね。あ、脱出しろだから、もっと下だ。ここにいるだろ、誰か、もしかして。いない？ここじゃないよね、っていうか。え？もっと下？地下だ。下に降りようか、今度は。人が来てんじゃねえかな、これ。あ、いないか。この階はいるな。やばい、ヘイって言われた。やばい、ガチで殺される。あ、戻ってきちゃったよ。なに、増員？マジかよ。こういうのやめてほしいな。しばらくここに隠れよう。やべえな、もうちょっと寝ててほしいんだけどな。起きちゃうかな。Where did he go? I'm here. Target sighted. やべ、やべ。あぶね。撃たれた。どこに？ああ。脱出しなきゃいけないのに。大変だ。どこどこ？あ、ここからか。よかった。なになになに、どうしたの？あいつどこ行ったの野郎。近くにいる？いないね。どっか行っちまったな、あいつ。さっきやられたからもう。これでバリバリ怖えよ。来ちゃったよ、来ちゃってんじゃねえかよ。ちょっと死んでてもらいますよ。強いな。やべ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 、バレてんの俺。バレてんのかよ。撃ってんぜ。これバレてんな。これはもう行くしかない。
しかないだろう、もうここは。もうダッシュですよ、もうこっちとら。ステルスしてる場合じゃねえもん。イエーイ。え、なになになに、ここですか、どなたかいらっしゃいますか。ここか、おお逃げた。そこで止まる。なんかやってる。逃げ場はない。お、いけねえんだ、中指立てちゃ。くたばれブルーム。ああ、捕まっちゃったよ。ファンキーなロックのやつ、パンクのやつに捕まっちまったよ、とうとうよ。2013年、シカゴはスマートシティ構築の公約を CTOS による監視、セキュリティ、輸送プログラムとビッグデータの統合によって実現した。数百秒にわたるコードを用いて、ハッカーは中央サーバーの全機能を停止させることに成功した。これはスマートシティへの致命的な一撃のように思われたが、そうではなかった。シリコンバレーで進化を遂げた CTOS2.0 はアメリカ全土に配備された。もののインターネット化を目指して64億の機器が収集地点、マッピング、そして我々の日課を記録し、安全性を高め、侵入度を高めている。全然安全性なんかねえよ。だが誰も気にはしない。ビッグブラザーは単独では機能しない。何千もの弟が人々の動きを監視、集約してデジタルプロフィールを作り出し、そして瞬時に買われ、売られ、盗まれているのだ。おもちゃは子供を研究し、その習慣をマーケット担当に報告する。電化製品、コンソール、ホームセキュリティシステムは企業に私生活を除く窓を与え、車やモバイル機器の制御はいつでも誰にでも乗っ取られる可能性がある。誰もが自分には関係ないとリスクを過小評価しているが、収集された個人情報はさらに拡散していく。保険会社はアルゴリズムで生活習慣を監視、時には適用を拒否する。医療関係者はがんを治療する価値があるかを判断する。調査結果やニュースフィードは歪められ、投票に影響を与えることで社会的暴動を画策している。今や人々は自分が生み出すデータより価値がない。これが新たな現実。ゴーイングダークにもはや意味はない。自由を脅かす存在に対して立ち上がった者も多い。内部告発者、活動家、そしてハッカーが前線に立ち監視組織を置いている。彼らもまた脅威なのか、あるいは自由最後の砦となるのか。自由最後の砦となるのか。なんか難しいこと言ってよくわかんねえ。お、これがパッケージにいるハッカーの仲間たちですか。派手なね、デーハーな。合格。いい足だな。デッドセックへようこそ。合格だって。したらよ。そしてこの子はジョッシュ、通称ホットソース。あんたがホットソースか。UI 会館のハックは最高だったよ、マジで。どうも。この変人がレンチ。ちょっと早えよ。こっちの女好きがホレーション。よろしくな。こっちこそ。女好きって暴露されてるし。これで全員？突然のカミングアウト。捕まえるのに時間がかかったな。ブルームの嘘を見ただろ。CTOS はインフラを管理するだけじゃない。信じられないほど大量の個人データを収集している。ああ、ビッグブラザーとリトルブラザーが一つに集まってる。あ、監視されて密告される。サンキュージョシ。それを正すにはスレッジハンマーと火、いや火のついたスレッジハンマーだ。あれだけのデータが一箇所にあっちゃ何でも申請する前に断られそうだ。おめでとうございます。あなたはクレジットカードの審査すらできません。うん、いや保険もだ。それすら最悪の事態じゃない。すべてのデータが政府の手に渡ったら適当な理由をつけられて逮捕される。ああ知ってるよ。
なんで必要かもな。こんなの最悪だろ。俺たちはさ、ハッカーだろ。奴らの裏を書いてやるんだ。ファイアーウォールをぶっ壊そう。ブルームのボタンをぶっ壊せ。皆に知らせる。個人データを利用されて自由が奪われていることを世界に知らせるんだ。くそ。いやー、そうだ、全く問題ない。そうしよう。バックドアを設置したから、それを使えばいい。バックドア、なんだあいつ、絶対前見えてねえだろ。マスクも待て。何？バックドアはある。そこから入ればいい。ビンゴ。なあ君、時間分かるか？待ってくれ。ああ、私が。走るには遅い時間じゃないか。警察にでも追われてるのか？ナイスアメリカンジョークだ。どうだかな。間違いない。あんた見覚えがあるな。楽しんで。パレじゃねえかこいつ。クソ野郎。ああ、投げちゃったよ携帯。くたばれブルーム。ブルームっていうのはすごい恨みがあるっぽいですね、この人は。というわけで、ちょっとここまでやってきましたけども、またですね、ちょっとこの続きは次の、なんてだっけ、次のですね、配信で実況でいきたいと思います。それでは、またお会いしましょう。 See you!